はい、こんばんは。本日はついにゴンタランドアフリカが完成しましたので、全体的にご紹介していきたいと思います。はい、これプラネットコースターという遊園地シミュレーションゲームで作った、私が初めてプラネットコースターで作った遊園地になります。こんな感じになってます。はい、ではですね、一箇所ずつご紹介していきます。まずはエントランスですね。はい、こちらエントランスです。ここエントランス、ここら辺をアフリカンプラザと名付けました。このゴンタランドアフリカなんですけど、名前の通りアフリカにあります。なのでエントランスぐらいはアフリカの雰囲気を出そうと思って作りました。まあ、アフリカの雰囲気ってなんだよっていう感じもあるかもしれないんですけど、なんとなく私なりにアフリカの雰囲気をイメージして作ったエントランス、アフリカンプラザです。はい、そして中央にはこんな感じで、どこかで見たことありそうな感じの地球儀が、ユニバーサルグローブが回っております。そしてですね、今ちょっと向こう側にちらっと見えたんですけど、はい、キングコースターくんいますね。はい、上機嫌です、キングコースターくん。私ですね、このゴンタランドアフリカ以外にディズニーシーも作ってまして、そちらにもキングコースターくんいるんですけど、はい、掛け持ちでバイトしてます。まあ、私が作ってるディズニーシーもアフリカにあるんで、まあ、近いんですよね。はい、電車で多分15分ぐらいの距離になってます。はい、こちらエントランスです。で、まあエントランスなんですけど、まあ、特にそのアトラクションがあるとかではなく、ショップやインフォメーションセンターあれ合ってる、インフォメーションセンターですね、があったりしてます。で、あとはですね、ちょっと、はい、こっち側に行くと、まあ、一気に他のエリアに行きたい方専用の駅舎があります。ここも一応アフリカンプラザですね。そして、まあ、エントランスここになってるんですけど、エントランスの上側は実はホテルになってます。はい、こんな感じでエントランスの上というか、ここ全部ホテルです。そしてですね、ホテルの名前が、はい、この某テーマパークのホテルの名前をリスペクトして借りてます。ホテルミラコスタとなっております。じゃあちょっとホテルミラコスタ入ってみましょうか。どんな感じか。はい、ホテルミラコスタこんな感じになってて、ここ受付ですね、受付ロビーですね。はい、空が見えます。で、ここ受付ロビーに朝食会場も設置されてます。で、はい、ここはエレベーターホールですね。ちょっとエレベーター乗ってる風の映像をお見せします。エレベーター上に上がると、じゃーん、こんな感じの眺めになってます。正面に G が見えますね。ゴンタランドアフリカの象徴、巨大 G です。あ、人もいっぱいいますね。はい、でエレベーター、あ、やばい、ちょっと行き過ぎた、天井まで抜けてしまいました。はい、でエレベーター降りるとこんな感じで一応その、はい、雰囲気だけ作ってます。で、最上階の部屋に泊まるとこんな感じでバルコニーがあって、はい、ゴンタランドアフリカのアフリカをゴンタランドアフリカを眺めることができます。はい、こんな感じですね、ホテルからの眺め。シュタッ、はい、まあエントランスこんな感じですかね。
特にフューチャーするものはないですね。はい、ではでは、どうしよう。作った順とかで紹介していきましょうかね。じゃあまずこのエントランス右側に歩きましょう。右側に行くとですね、はい、こんな感じで海賊エリアになっております。こちら海賊エリアです。めっちゃわかりやすいエリア。海辺があって、デッキで構成されたエリアですね。じゃあちょっと歩いてみましょうか。はい、ここが海賊エリアの入り口ですね。まあ入り口何個かあるんですけど、エントランスから一番近い入り口はここです。はい、でこれはですね、キャプテンロック像の像ですね。キャプテンロック像ですね。あのフック船某フック船長に似たキャラのパチモンのキャプテンロック像がいます、この世界は。はい、でデッキこんな感じ。まあなんとなく、なんだろうな、この水辺の雰囲気、いい感じの雰囲気にしたいなと思って作ったと記憶しております。もうここを作ったのめっちゃ前なんで記憶があれなんですけど、はい、まあこうやって船が見えてたり、あのアトラクション盛り上がってますね。ちょっと向かってみましょうかね。はい、階段降りて、ここからはですね、このパイレーツアドベンチャーの船が一部見えますね。はい、でデッキこんな感じで、これ右並んでるのはあれですね、あの船のやつ、ビクトリー。まあどっちも船のアトラクションなんですけど、はい、でデッキこんな感じの雰囲気になってます。いやーなんか懐かしい、なんていうか懐かしいな。もうだいぶ前に作って久しくこういう目線で見てなかったんで非常に懐かしいです。多分私のこの動画のこのシリーズを初期の方から見てくれてる方だったら、なんか懐かしみを感じるのではないでしょうか。はい、こんな感じになってます。そしていますね、噂のキャプテン六条。はい、身長約2メートル50センチ、キャプテン六条。ちょっと飲んでますね今日ちょっと赤らんでるんですけど、おそらく一杯やってますね、1、2杯やってますね。はい、こんな感じで大人気キャラかどうかは分かんないんですけど、キャプテン六条がゲストの人たちをおもてなししてます。はい、子供大喜びおじさんノリノリはい、でどうしよう、ここその前にあれかな、あれ乗ってみましょうか、ビクトリー。はい、ビクトリー乗りましたていうか何気にこれライド目線で見るの初めてかもしれない。なんかあんまりちゃんと見たことなかったですよね。はい、こんな感じです。まあこんな感じですっていうか、どう考えても予想通りだと思うけど、いい感じの BGM も流れてますね。いや最近なんかこういうアトラクション乗ってないけど、これ意外と怖いですよね。っていうか意外に角度つくな。盛り上がってます、すごい。はい、こう見れます、景色こんな感じやべ、楽しい、なんか楽しい。はい、まあこれ以上ないんですけど、時間が来るまでひたすらこれを繰り返すアトラクションになってます。すごいですね、みんな風吹いてるけど髪型が一切見られませんね。はい、ビクトリーでした。でですね、はい、この先にちょっと洞窟があるんですけど、どうしよう、このパイレーツアドベンチャーを軽く紹介する前にこっち行きましょうか。
まあ、パイレーツアドベンチャーとか、ライド目線は他の動画でも出してるので、簡単に紹介すると思いますが、ちょっと向こうの方行きましょう。人いるかな？こっちの方若干かそってるんですよね。はい、占いマシーンとか UFO キャッチャーあります。あ、でもちょっと人いるか。はい、でこっち歩くと謎に ATM があって、はい、実はこっちもまだ海賊エリアなんですよ。でもうなんか隠れ家的な感じになってるな。はい、こっちに行くとなんとこのパイレーツアドベンチャーの雰囲気を眺めながらご飯が食べれるレストランがあります。はい、こんな感じ。ブルーバイユーかなブルーバイユー的なところですね。はい、ちょっとまだ今人いないんですけど、こんな感じのレストランになってます。パイレーツアドベンチャー動いてますね。パイレーツアドベンチャーに乗ってる人たちに手を振ることもできます。はい、それではちょっと軽く久々にパイレーツアドベンチャー乗ってみますか。とりあえずこの前方の4人の子供たちが可愛いですね。これあれですね、どっちに座るかで景色全然変わります。とりあえず今こっち側に座ってるんですけど、まあ、こんな感じのアトラクションですね。はい、でそこに見えるのが先ほど紹介したブルーバイユーですね。この子たちは兄弟なのかな。はい、ではお姉さんの横顔ビューで、まあ、どんなアトラクションかっていうと、どんなアトラクションでしたっけ。とりあえず冒険に行ってトラブルに巻き込まれるような感じのアトラクションです。はい、あ、このカバは別にトラブルじゃないですね。可愛いカバたちです。で、はい、若干草当たります。はい、で滝が流れてますね。まあぶっちゃけジャングルクルーズとカリブの海賊を足して2で割ったみたいなアトラクションになってますね。いや、むしろジャングルクルーズの方が近い説までありますが、一応アトラクション名はパイレーツアドベンチャーになってます。ヘビもいる。はい、そしてこのツタ、はい、うまく当たりながらくぐり抜けていきます。はい、でここからちょっと雰囲気が怪しくなってくるんですよね。あれ、なんかちょっと荒れてるぞって。あ、そしてなんか他のボートが、先に出発したボートが燃えている。どういうことだと思ったら、おっと、手が美味しそうな手が、よし大丈夫です。柔らかい素材なので多少叩かれてもちょっと気持ちいいぐらいで済みます。ははー、びっくりー、みんなもっとびっくりして全く動じない子たち。さあ、飛び出すクラーケンが終わって、じゃあもう大丈夫かなっ
今クラーケン出てきたしもう大丈夫かなと思っていたら、はい、すいません、こっち座ってるとちょっと分かんないんですけど、クラーケンアンコールします。はい、まあそんなアトラクションですね。ちょっと後半はまた後で見ましょうかね。はい、今通ったところ上から見るとこんな感じになってます。もう上からも見せちゃいます。はい、で今クラーケン出てきて、その後、まあ、某カリブの海賊みたいな戦闘シーンですね。戦闘シーンに突入します。でここら辺もいい感じなので、まあ、ただやっぱりここら辺夜が映えるので、ちょっとまた後で、あの夜になったら後半お見せします。はい、海賊エリアそんな感じでした。まあ今見てもなんか、うん、それなりにちゃんと楽しく作れたかなっていう感じですかね。またちょっと夜の景色もお見せしたいんで、後半に多分夜の風景出ると思います。はい、それでは次はですね、あのもう作った順とか分かんなくなってしまったんですけど、この海賊エリアの少し奥にあるエリア、まあエリアというか単発のアトラクションなんですけど、ドラゴンマウンテンご紹介いたします。はい、ここはですねドラゴンが住む山ですね。で、あのエリアというか、はい、アトラクションが一つあります。これですね、こんな感じになってます。はい、めっちゃ人気ですね。いいですね。まあ、向こうに見えるのは古代遺跡エリアなんですが、ドラゴンマウンテン乗り場ここになってます。すごい人が押し寄せてる。そうでもないなそうでもないな。いっぱい今並んでるからかなまあここも懐かしいんですけど、こんな感じの旧ラインになってますね。ああ、これここ若干空いてるのは、はい、プライオリティパスですね。プライオリティパスの合流がここにあるんでちょっと空いてますね。はい、では乗っていきましょう。多分これ以前に紹介した時と景色全然違うと思う。あのコースターこれ登り切ったところでパークを一望できるんですけど、おそらくその景色が前と違うはず。はい、それでは久しぶりにドラゴンマウンテン乗っていきたいと思いますだいぶいかついお兄さんですね。金の腕時計にドクロのシャツ、そしてあごひげ。はい、はい、出発いたしました。いますね、カバ。はい、そして遺跡発掘隊。あれあれ、いかついお兄さんなんか気分が悪そうなんですけど大丈夫ですか？実はちょっとビビってる。あ、大丈夫だ。今ビビってないアピールしてましたね。はーい、さあほら、ここの景色が全然違う。入る。おお、なかなか迫力ありますよね。でこの後、はい、ドラゴンに食われそうになる。ドラゴンの餌の、お兄さん大丈夫？お兄さん今震えてなかった？はい、そしてドラゴンの温泉。あらの、はい、隠れドラッドさん。そして大丈夫これ、だから止まりそう。
はい、ここでチェーンリフトに引っかかって登る。ビビってないし。からの、ここも外見えたんでしたっけ。ああはい景色やっぱ全然違うけど、あんま見てる余裕ないな。おい、はい、洞窟に入って、ここ見せ場、ドラゴン。え、まだなんかありましたっけ。もうゴールかな。あの巨大 G がどっからでも目立つな。巨大 G やばいな。はい、ゴールでーす。おお一番ビビりポイント、今のあのドアのところですね。はい、そしてドラゴンマウンテン、実は出口のところにこれあります。3ドルでフォトが買えます。あ、そして今の、ビビってないアピールしてたお兄さんとその彼女ですね。はいみんなちょっと壁に寄りすぎ、歩きが。はい、こんな感じでもう大満足、みんな大満足してます。はい、それでは次のエリア見ていきましょう。まあ、向こう行くとあの古代遺跡エリアがあるんですが、古代遺跡エリアはまた後ほど紹介いたします。それではまたエントランスに戻りまして、今度は海賊エリアとは逆側に行きます。はい、ゴミ持ってますね。ちゃんと捨ててくれるかな。こっちですね。こっち駅舎があるんですけど、駅舎をさらに越えてまっすぐ進みます。はい、まっすぐ進むとこんな感じでみんな走ってますね走ってます。はい、ここがファンタジーエリアです。正確に言うと魔女の支配するファンタジーエリアですね。あっちにちょろっと見えてるのが魔女の館、そしてここのそびえ立ってるのが大樹ですね。大樹があります。はい、では進みましょう。ドゥワー、爆走。はい、こんな感じでちょっと不思議な感じのエリアになってます。でじゃん、ちょっとここ森な感じなんですよね。森な感じっていうか森ですね。みんな右に行ってるけど、あ、なんかめっちゃトイレ漏れそうな人がいる。左にトイレあるんですけどね、気づかなかったかな。森の中のトイレ。そして森を歩いていると、何やら怪しいキャラクターがいますね。はい、あ、今ちょっとグリーティング終わっちゃったかな。ゴンタランドアフリカが激推しするキャラクター。はい、この安っぽいキャラクターコズミックカウさんです。人気がちょっといまいちなんですが頑張ってますめっちゃ疲れそうこれ。いきなりこれ森で見かけたらビビりますよね。はい、ではコズミックカウさん紹介したんで、大樹登りますか。こっから行ける。
はい、ここ大樹の入り口、一番てっぺんにアトラクションがあります。なんですが、階段でめちゃくちゃ登らなきゃいけないんですよ。なので完全に、お父さん泣かせのアトラクションになってます。この世界にエレベーターが存在しないんで、はい、こんな感じで実は体重の中入れます。で、階段があって登ってますね。上見てみましょう。はい、まず体重の真ん中ぐらいまで登るとこんな感じになってます。マイケル富岡がいますね。はい、ここはですね、まあ中間地点ですね。中間地点でアトラクションの乗り場と、まあ、あとちょっとしたお店がありますね。これ何売ってるんだ？あ、ラーメンだ。ラーメン売ってますね。はい。大樹の中間地点にあのラーメン屋さんあります。はい、ベンチとかもあるので、ラーメンを食べれますね。で、外の景色とか見ると、こんな感じになってますね。おそらく昔見た時とはだいぶ眺めが変わってるのではないでしょうか。アトラクション乗る人いるかな？あれ？乗らない？おお、いいですね。一人でこの階段を登っていく人が現れました。どうなんだろう、このアトラクション。おお、いいですね、若者たち。あ、そしてこのヘルメットのお兄さん。うわー、やめたー。やっぱ階段きつーみたいな。はい。まあでもこんな感じで、登ってる人が、いない あ、いるか。影が見えてる。はい、いなくもないという感じで、はい。一番上こんな感じのアトラクションになってて、いや、めちゃくちゃ並んでますね。高所恐怖症の人だったらもう並ぶのすら怖いぐらいのアトラクションになってます。では乗りますか。一応あのお客さんいなくなかったんでよかったです。意外に人いましたね。こんな感じでですね、あのドラッドさんが引いてくれる乗り物になってるので、ドラッドさんのお尻を眺めながら回るアトラクションになってます。はい、動き出しました。急に動き出すな。こういう感じで、これあれかな、上下はランダムなのかな。なんだろうこれ、あのジャスミンのフライングカーペットシステムですね。はい、おー、すごい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 。魔女も一緒に回ってるんだ。やば。魔女もう体でかすぎて顔見えてないけど。っていうか、なんかこの煙がめちゃくちゃリアル。こういうところはすごいですよね、プラネットコースター。わーい。外も見てみましょうか。はい、こんな感じで、うぎゃー、目が回る。うぎゃー。はい、なかなか楽しいアトラクションというか、これのドラッドさんかわいいな。こんな感じですね。ちゃんとあれなんだ、このバー離すときみんな手上げてるんだ、細かい。はい、こんな感じで大樹の頂上にアトラクションがあって、階段で登って乗れると。そして、終わったらもちろん階段で降りていきます。私だったらこれ一回乗ったらもう次の日完全に筋肉痛になりますね。そしてですね、この魔女のファンタジーエリアの奥側にはこんな感じでちょっとした街並みが広がってます。で、はい、見ての通り列車も走ってますね。ちなみにあのこのエリアはですね、駅舎がないので列車は通るんですけど通り過ぎます。
で、ちなみに先ほどご紹介したコズミックカウさんの家、ここにあります。完全にあの魔女の手下です。コズミックカウさん支配されてます。はい、こんな感じで、まあ、ちょっとした街並みというかフードコートではないな、食べ物屋さんがいっぱいある通りですね。フードストリートで、裏側はちょっとこの自然景観を楽しんで散歩ができる道になってます。あ、散歩してる人がいませんね。みんな食べ物が食べたいのか。はい、まあちょっと裏道的な感じなので。で、川があって、向こう側には魔女の館があるんですけど、その前にここに、はい水をテーマにしたアトラクションあります。なんですが、なぜかですね、このアトラクションとてつもなく人気がありませんなぜでしょうか、全くわからないんですけど、結構この水金使ってるはずなんですけどね、割となんかここ向こう側に魔女の館があるんで、ちょっとそっちが注目されすぎていまいち人気が上がらないアトラクションになってます。でも乗る人はいるはず。さあ今走ってきた若者たち、違うなあ、この人たち乗るかも。乗りませんね。さあ、この子連れのこの家族は絶対乗るでしょう。子供も、わあ、あれ乗りたいよママとは言ってないっぽいですね。はいそんなアトラクションになってるんですけど、ちょっとたまにこのゴンタランドアフリカのマニアックな人が乗ってますね。だから誰も乗らないわけじゃない。はい、乗ってる人いますねおじさんが海賊の帽子かぶったおじさんが一人で乗ってる。大ファンですね、このアトラクションの。おそらくはい、この食べ物を食べながらあれに乗ってる人を見れると。この通りは割と人いますね。この通り割と人いるんですけど、やっぱあれ人気ないな。これゴンタランドアフリカの永遠の課題になりそうですね。このワーリーリグ、どうやって人気を出させられればいいのか。はい、この一番人気のないアトラクションの向こう側には一番人気のアトラクションですね。おそらくハウスオブウィッチがあります。魔女の館です。そしてなぜかこのトイレ前から離れようとしないキングゴースター君がいます。トイレから出る人たちをひたすら脅かすキャラになってます。こんな感じで なぜかこのトイレの前でずっと居座ってますね。で、向こうにはハウスオブウィッチがあるんですけど、まあ、夜限定のアトラクションなので夜に改めて紹介したいと思います。それではですね、魔女の館の裏にあるニューファンタジーエリアご紹介したいんですけど、せっかくなのでアフリカンプラザから列車で行きましょう。はい、ここの駅舎を使って、ちょうど今列車来てました。これに乗りましょうすごい、この前の女の子たちリンクしてますね、動きが。姉妹ですね。さあ、多分もうすぐ発車しました。
はい、こっからですね、洞窟に入って一気に魔女のファンタジーエリアを抜けてニューファンタジーエリアに行きます。ここは森ですね。森の裏側ですね。大樹も見えております。ちらっと。で、ここが魔女のファンタジーエリアの、町の隅っこの方です。はい。あんまり人いないんですよね。あ、いる。コズミックカウさん頑張ってますね。人いないけど、もうひたすら一人でトレーニングしてるんじゃないかっていう。はい、そしてワーリーリグの裏を通過します。あれ、ワーリーリグ意外と人乗ってないですか。あれ、覚醒した人が乗っている。ありがとうございます。あ、ちゃんと来てるし、人よかった。で、このエリアには止まらず通過します。魔女の館、迫力ありますね。そして左側にはアフリカの大草原が広がっております。なんかもう動物とかいそう。若干ちょっと高さが足りてない洞窟なんですけど、無敵の機関車が爆走しております。ここ魔女の館の横ら辺ですね。アトラクションでは通らないあたりかな。アトラクションのところはまあ見えないようにしてあります。ちゃんと私にしては珍しく気を使ってます。そして前方に見えてきたのがニューファンタジーエリアですね。実は城も建っております。はい、到着。こちらニューファンタジーエリアになります。実はこの動画を出すまで向こう側にある城なかったんですけど、城建てました。はい、こんな感じでにぎわってますね。なんかところどころトイレ我慢してる人いるけど、トイレ見つからないのかな。ちゃんとあるんですけどね。はい、ニューファンタジーエリアはですね、まあ、真ん中にエアロノーツというアトラクションがあって、なんか公園みたいな感じになってますね。謎にペンギンがお迎えしております。こんな感じです。じゃあまあせっかくなのでエアロノーツ乗りますか。乗り場はどこでしたっけ。乗り場こっちですね。はい、エアロノーツは意外に人気あるな。ワーリーリグは誰も乗らないのにエアロノーツは乗るんだ。はい、じゃあ乗りましょう。動き出しました。どんな感じ。あ、こういう感じね。まあそっか。はい、これもぐるぐる系ですね。ぐるぐる系苦手な方申し訳ありません。私も実はぐるぐる系はあまり得意ではありません。はい、こんな感じのアトラクションになってます。意外に速い意外に加速している。
ああ、なんかこれぐらいのビューがいいかもしれないけど これでも結構激しいぞ。ぐるぐる系のアトラクションって言ったら手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですよね。なんかそんなに敷地も使わないし。はい、という、まあ、現実なことは置いておいて、現実なことは言わずに、まあ、こんな感じで真ん中に、こうやって広場の真ん中にエアロノーツ設置されてます。まあ、このエリアは激しいアトラクションとかはないんですけど、なんとなくいろいろ揃ってて優雅に過ごせる感じな感じになってます。で、コンサート会場もありますね。はい。ちゃんとなんか座って見てる風でいいですね。あ、やばいやばい、帰っちゃう帰っちゃう。頑張れ。やばい、みんな帰ってしまった。はい、鬼メンタルで頑張っております。この人たち目線で見てみますか。はい。 あ、一人いた、お客さんいた、よかった。で、ここなんですけど、設定的には城があって、城下町になってます。城壁で囲まれた島になってますね。で、あの城の中に実は何かがあります。行ってみますか。ちょっと予想できないと思う。はい、人が出入りしてますね。人が出入りしてるってことは何かあるってことですからね。なんと、この城の中には、城こんな感じですね。シンプルにかっこよく作りました。別に手抜きなわけではありません。はい、なんと城の中にはドリフトスイッチ、言えなかった。 ドリフトスイフトがあります。この超人気アトラクション盛り上がってますね。すごい盛り上がりです。ディズニーランドのベイマックス並みに盛り上がってますね。はい。 城の中こうなってました。ただ城があるだけではつまらないので、城の中いい感じ、落ち着いた雰囲気と見せかけて、実は超ハイテンションっていう。これ乗ってみます？どんな感じだろうな。これ大丈夫かな。なんかこれこそ酔いそうなんですけど、ちょっと頑張って乗ってみますか。想像通り、ライド目線だとちょっとやばそうだったんで、この引いた画面で 見ております。こんな感じですね。うえーい、パリピが乗るやつになってます。はい、そんな感じでニューファンタジーエリアでした。で、この左側に裏路地裏があるんですけど、ここに関しては、まあ、夜の方が雰囲気がいいと思うので、また夜に訪れたいと思います。すいません、忘れてたんですけど、このエリアは大人気キャラクターアメリー姫がグリーティングしております。だいぶいい給料もらってるらしいです。 帰るとき すっと帰るな。あれ？しかもアメリー姫、そっち電車の出口なんですけど。すごい、サービス精神旺盛かもしれない。このニューファンタジーエリアに来た人たちを速攻でお出迎えするという、なんというホスピタリティ。いいですね。仕事してますね。あれあれ、ちょっとタイミングが。はい。それでは次は、このニューファンタジーエリアの横にある、まあ、横というか、この
この部分の出口から徒歩で行ける古代遺跡エリア向かいます。この城壁の部分を通り抜けて古代遺跡エリアのところに向かえるんですけど、実はその中間地点、まあ、ここと動画とかで紹介はしてなかったんですけど、はい、ちょっとしたものがあります。右側がレストランですね。左側がなんとおトイレです。でここを向かうと、さあ歩いてる人いっぱいいますね。古代遺跡エリア、こっからでもあれ見えますね。美男美女の遺跡、はい、古代遺跡エリア、ここから入れます。じゃじゃーん、はい、ここはもう雰囲気がだいぶ違いますよね、他のエリアとは。古代遺跡が発掘されて、どんどん、何でしたっけ、古代遺跡が発掘されて、そこから発展した場所になってます。お、ボブスレーの音も聞こえてますね。ちょっとここら辺から見学しようかな。ボブスレー建物に入ると燃えるんで、はい、いいですね。写真スポットにもちゃんと人がいる。はーい。古代遺跡エリアはですね、この古代遺跡ボブスレーと前方に見えるジーニーですね。あれはもうライド画面お見せしません。ちょっと私も無理でした。回転系じゃないと思ったら、めちゃくちゃ回転系のアトラクションになってます。まあ、上から見るとこんな感じになってます。で、列車から来ることもできますね。はい、これジーニーこういう感じで魔法の絨毯ですよね。最初これなんかすごい乗りやすいアトラクションかなと思ったら、実は予想以上にぐるぐる回るっていう、最初設置した時は予想外の動きでビビりました。まあそんな古代遺跡にぴったりかどうかは分かりませんが、そんなジーニーと古代遺跡ボブスレーが設置されてます。ここが古代遺跡ボブスレーの乗り場で、向こうがピザ屋さんですね。でちょっとまあアップダウン激しいんですけど、まあ古代遺跡エリアなので地形をかなりゴリゴリになってます。地形がゴリゴリになってます。でここを登ると、ちょっと登りますね、ドゥリャーと登ると、はい、ここに神殿があるんですけど、この神殿がですね、神殿結構大変なんですよ、登るの。私のゴンタランドアフリカ、足腰がだいぶ鍛えられます。はい、神殿こんな感じで駅舎になってます。他のエリア、ここから乗るとあれですね、アフリカンプラザに行けます。まあだから帰宅するとき疲れたらこれに乗るっていう感じですかね。はい、古代遺跡エリアこんな感じで完成してます。まあ、特に私のこのゴンタランドアフリカは他のエリアが見えないようにするとかいう気配りないので、もうでかいもの何でも見えてます。巨大 G、 大樹、それから魔女の家魔女の家もどっからでも見えてるし、そんな感じですね。じゃあボブスレー乗りますか。いや、ちょっと待ってください。ボブスレーはあれだな、前回の動画で乗ってるから夜に乗ろう。前回の動画では昼間のあれだったんで、夜のボブスレー乗りましょう。じゃあまあせっかくなんで
あそこの古代遺跡レストランでピザでも食べましょう。ゴンビーニブラザーズのピザが食べれますんで。ピンポーン。さあお腹いっぱいピザを食べて外に出たら、おっと夜になってますね。っていうか今知ったんですけど、このレストランの中にいるとなんかレストランっぽい音がしてる、そういう設定あったんだ。初めて知ったんですけど、なんか今日新しい発見が多い。はい、夜になりました。というわけで夜のボブスレー乗りますか。乗りました、夜のボブスレー。どんな感じだろう。とりあえず空が綺麗。はい、発進しました。空が綺麗です、星空満点ですね。さすがアフリカ。意外とこういう外にあるコースター系のアトラクションって、ね、昼よりも夜に乗った方が怖くなかったりしますよね。アフリカの大草原の、夜の大草原が広がってます。古代遺跡さんです。さあボブスレーが加速していって、ちょっと G 目立ちすぎあれやばいな。はい、ボブスレー区間。はい、こっからもうレールがなくてボブスレー状態で駆け抜けていきます。実際あったらめっちゃ怖いと思う。はい、そしてちょっと見えてた古代遺跡もいい感じに光ってた。やばいやばい、飛び出しそう。でここ燃えます、燃えます、燃えます。おー、いいですね。で、はい、お父さん、お父さんにピースしなきゃ。お父さん間に合ったかな。あ、お父さん間に合ってない。お父さんまだスタンバイしてなかった。すいません、お父さん間に合いませんでした。まあこんな感じの一瞬のアトラクションになってます。一瞬だけどボブスレーでなかなか乗り応えありそうな気はしますよね。そんな感じで夜の古代遺跡エリアでした。それではですね、ここで一旦神殿駅舎から列車に乗ってアフリカンプラザに戻りたいと思います。いや、夜の列車かっこいいですね。人もいっぱい乗ってる。それにしてもこの世界のトイレ我慢してる人分かりやすすぎですよね。出発しました。こっからアフリカンプラザに戻ります。まあこのパークを結構一周大きくぐるりと列車線路回ってるんですけど、駅舎3つしかないんですよね。アフリカンプラザとニューファンタジーエリアと今の神殿駅舎。この目線でも初めて見たかもしれない。はい、さようなら古代遺跡エリア。とりあえず巨大 G が目立ちすぎててやばいですよね。いやー、なんか一応ゴンタランドアフリカなんで、そのゴンタランドアフリカのなんかシンボル的なものを作りたかったんですよ。でどうせ真ん中に置くでかいシンボルだから、
迫力ある感じにしようと思ったらめちゃくちゃどっからでも目立つただの巨大な G になりました。はい、これ G の下らへん、左下らへんを通ります。まあ、列車で行くと割とすぐですね。夜の体重あんな感じになってます。で、右側にキラキラ光ってるのは魔女の館ですね。今日何回も紹介してるけど、もう何回でも紹介していきます。そんなに紹介するものないんで。アフリカンプラザ到着。はい、こちら夜のアフリカンプラザです。こんな感じです。夜でもにぎわっております。そして夜の海賊エリア、こんな感じになってます。まあ海賊エリア水辺が多いんで、夜の雰囲気だいぶいい感じになってるのではないでしょうか。では先ほどの続きぐらいから夜のパイレーツアドベンチャー乗ってみましょう。ここ洞窟を抜けたあたりですね。はい、何かが吊るされております。不穏な空気が流れていて、後ろにお城、そしてその兵士たちと海賊たちが争ってます。迫力のシーンですね。うわー、落とされた。おおなかなかのアクションです。なかなかのスタントアクションが、おお、びっくりした忘れてた。なかなかのスタントアクションが繰り広げられてるところに注目してると唐突な爆発が起きるっていう。で、こちらは港町ですね。港町の雰囲気を醸し出しております。まあここでは割と海賊の人もいるんですけど、割と平和な雰囲気になってますね。いろんな派閥がありますね。青い人たち、緑の人たち、赤い人たち。はい、でここはバーですね。トイレ我慢してるやばい人たちがいますね。あの人たちは間に合うんでしょうか。でもう一度洞窟に入ります。ここ牢獄があるんですけど、さっき後ろに見えてたお城の地下になります。悪さをした海賊たちが囚われております。やばい、この船なんかよくできてますね。キーホルダープラネットコースターって書いてある。細かい。はい、そして一旦外に出て最後の洞窟に入ります。この洞窟に果たしてお目当てのお宝はあるのか。ただやばい雰囲気が出てますね。ブルーライトが激しくなっております。
サソリが争ってます。そしてその横でドラッドさんが寝ていると。宝はこの奥にあるのか。おっと、謎の扉が。まさかこの奥は。あったー。はい、ここがラストの宝の山です。ついにお目当ての宝を見つけました。トラットさんでかいですよね、意外と。ハスキー犬ぐらいありますね。で、宝を見つけて最後無事外に出ると。はい、これで。ここいつも鳥飛んでるな。うん、お決まりなのかな、鳥の飛ぶルート。はい、これでパイレーツアドベンチャーゴールになります。それでは海賊エリアを出まして、ずっとだいぶ悪目立ちしていたあの G 行きましょうか。あそこはですね、 G コースターというまあ超絶過激なジェットコースターがありまして、はい、もう大人の方たち、もうどうでもいいから怖いジェットコースターに乗りたいという大人たちの集う場所になっております。からこう来て、ここはちょうどあのアフリカンプラザの裏側ぐらいですね。はい、あっちがアフリカンプラザエントランスです。で、その正面に G があるんですけど、ここはその中間ぐらいですね。はい、こっから行けます。ででーんでかすぎてギリギリ収まってないっていう。はい、でここは結構いろんな施設があって、食べ物を食べたり飲んだりすることもできます。で、まあ、ここですごいすごい早いな。で、まあ、ここでくつろぐのもいいし、でコースター乗り場はこの2階部分かな、3階ぐらいかなになってるんですけど、まあ、上にも実はこういうエリアがあって、はい、ジェットコースター降りたらここに来るので、ここでくつろぐのもよし、休憩するのもよしという感じになっております。で、はい、向こうを見るとこんな感じでエントランスや海賊エリアが見えるような見えないような感じになってますね。はい、で逆側はこんな感じで古代遺跡エリアが見えております。では早速 G コースター乗っていきましょう。なんか心なしか大人ばっかりな気がする。本当にちゃんとそうなってんのかな。なんか子供全然いないですよね。やっぱりかなり激しいアトラクションなので、客層がだいぶ大人になってるかもしれない。他のアトラクションだと結構子供がむしろ多いんですけど、はい、ここだけは大人の空間になっております。来ましたね。じゃあ乗りましょう。はいやばいやばい、乗ったらもう速攻でスタートした。早いですね。もう乗ったらどんどん回していくっていう感じですね。
このジェットコースター、1機しかないんですよね。なのであんまり回転率が良くないんで、もうどんどん回していく感じになってます。まずはもう斜めに上がるとかそういう生ぬるいことはせず、90度真上に上がっていきます。星空が綺麗ですね。で一瞬宙吊りになって戻して、はい、こっから一気にドゥヒャー絶対怖いこれ。まあ多分前にこのコースター紹介した時は古代遺跡エリアとかなかったんで、だいぶ景色も変わってるんじゃないでしょうか。おお、盛り上がってますね。大人たちがはしゃいでますね。はい、もう一度宙吊りになって、もう大満足のこの2回上に上がるシステムになってます。で次は外側に一気に落ちていく、うえうえやばいやばい、で一回中に入って外に出て回ってまた中に戻って、この最後のヘアピンで急激な G がかかります。はい、いやいいですね。でアトラクション終わったらここに出てきます。アトラクションから降りてきた人たち、なんかみんな座って休憩してる。まあやっぱそういう激しいアトラクションなんですね。それでは次は夜のハウスオブウィッチ行きましょう。この G の中からだとこっからのルートが一番近いはず。こっから出て、はい、もうあっちにハウスオブウィッチの屋根見えてますね。ここ行けます。ここに橋があって、どりゃーいいですね。ゲームだと活発に動き回れて、実際の私だったらこんな何回もいろんな場所行けなそう。はい、ここを歩いていくとありました。じゃーん、ハウスオブウィッチです。で今回はライド目線は以前の動画でご紹介したものと全く変わってないので、今回はライド目線ではなく、アトラクションの内部見学ツアーしたいと思います。はい、まずここが旧ライン、魔女の家の庭ですね。こんな感じの旧ラインになってて、で、はい、ここに実はファストパスショートカットがここですね。まあショートカットそんなに有効的ではないんですよね。ここら辺を少しカットできるぐらいかな。はい、でこっから館の中に入るとこんな感じになってて、魔女の趣味全開の内部になってます。で、はい、2階に上がってこっから乗り場になってますね。はい、で乗り物はですね、こういう感じの、ちょっとライトつけよう、すいません、眩しくてすいません。まあホーンテッドマンションの2列バージョンみたいな感じになってますね。で最初の脅かしから入る。でこれがどんなアトラクションかっていうと、ゲストは魔女にディナーに誘われてこの館にやってきて、でディナーの時間までの間ちょっとこう家を探索するっていう、そういうアトラクションですね。で探索しているうちに見てはいけないものを見てしまうみたいな、そんな感じになってます。てかこの目線で、すいません、この目線でアトラクションを追うのもなんかちょっと楽しいですね。はい
こういう感じで、ここは書斎ですね。はい、書斎こんな感じになってます。こういう角度から紹介するの初めてかな。なんでホラーライドなのにあの爆発の脅かしなんだよっていう。でこうやってまあ魔女の館を探索してるんですけど、その間にですね、おわすげえ、前の人たちみんなびっくりしてた。すごいな、そういうちゃんとあれもあるんだ。はい、ここが魔女の実験室です。魔女が何らかの魔法を実験してるところを目撃してしまいます。ただこの実験は失敗に終わってますね。で次は外にやってきます。ちょっと暗くて分かりづらいんですけどこんな感じでこの角度から見るとちょっと面白いな。よし、追いかけましょう。でこのまま庭ですね、庭部分に行けます。はい、庭こんな感じになってます。でここ、はい、ここ行ってはいけない場所なんですけど、忠告を無視して中に入ってしまいます。すいません、ここ喋ってるんですけどちょっと今聞こえなくなってます。はい、入ってしまった。この中はどうなっているのか。じゃじゃーん、こんな感じになってますね。こんにちは。はい、そして次はこんな場所になってます。もう何が何だかわからない感じですけど、はい、魔女が回ってます。そしてここが、足湯ですね。足湯って書いてますね。でここなかなかのスタントアクションが繰り広げられます。はい落ちる。で後半はですね、この魔女の館の裏庭ですね。裏庭は墓地になってるんですけど、ここを探索していきます。上から見るとこんな感じ。なんかこのアトラクションを上から見るの楽しいですね。まあ、ライド目線ももちろんいいんですけど、なんだろうな、なんか作ってる側としてはこういう目線で見るのすごく楽しいんですよね。はい、ハウスオブウィッチのあのライド目線、あの気になる方、まだ見てない方はそれの動画ありますのでぜひ見てみてください。で、はい、これで魔女の館にまた戻るんですけど、これでようやくここですね、ディナー会場に戻るという感じになってます。はい、こちらディナー会場です。いろいろ暴れております。でこのディナー会場をこう横から行っ
て奥のスロープで上に上がって2階をこうぐるっと回って終了ですね。はい、ここさりげなく上ガラス張りになってます。外から見るとこんな感じで、上空から見ると実はディナー会場見えるっていうちょっとオシャンティーな作りになってます。そんな感じでハウスオブウィッチ見学ツアーでした。トイレにはいますね。キングゴースター君やっぱまだいたっていうか、夜なんかほんのりほんのり光ってますね。トイレの守護神キングゴースター君です。ちょっとトイレから出た目線見ますか。はい、トイレから出るとやっほー、すっきりしたかーいって感じですかね。では次はですね、ここは夜のファンタジーエリアです。夜のファンタジーエリアの裏路地をご紹介いたします。ちょっと人目線のつもりが高すぎた。キャプテンロック城並みの身長になってた。はい、あちら裏路地ですね。まあ、裏路地なんで夜の方がちょっと雰囲気出るんで夜にやってきました。こんな感じです。はい。なぜか唐突な帽子屋さん、そして帽子を買う人たち、人あんまいないな。裏路地だからあんまりいないのかな。はい、不気味な占いマシーン、そしていますね。なんか大丈夫、なんか指さしてる人いたけど大丈夫、なんかちょっとホラー感出てません？こう窓に向かって指さしてたんですけど、なんかあるのかな。はい、裏路地こんな感じでした。まあ、人来たり来なくはないのかな。まあ、ちょっと人混みに疲れたら、言えない。人混みに疲れたら、この裏路地で、人気の少ないところでちょっと休憩できるっていう。そんな感じですね。あ、やばい。あの人たち夜もまだやってるぞ。さあ。24時間休みなくやっております。ちょっとお客さんはまあ、あんまいないけど頑張っております。はい、そんな感じで以上ゴンタランドアフリカでした。このシリーズ開始からこの完成動画を出すまでなんと約3年もかかってしまいました。制作途中進めてない期間が長くあったりして本当に申し訳ありませんでした。そしてここまで見ていただいて本当にありがとうございます。今後も多分プラネットコースターに限らずいろいろ作ったり再現したり、ただただやりたいゲームをやったり、外で動画撮ったりもすると思いますので、ぜひ気軽に見ていただけますと幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。